はい、どうも、しゅうです。どうもです。どうです。大輔です。大輔です。はい、ということで、今回やる企画は、ビリビリに耐えてシリーズ。ビリビリシリーズ来た。ビリビリに耐えながら、サイレント早食い。ノーリアクションってことね。ノーリアクション。もう音出しちゃダメなんだよ。だから、ズルズルとか、咀嚼音とかもダメだし。なるほどね。うん、この前みたいに騒いじゃダメだ。うん、騒いじゃ。声も出しちゃダメだし。ひでひでなんて言ってらんねんね。コトンとか。あ、ちょっと。もう音を一切出したらダメなんですよ。うん、音出したりしたら。音出したら殴られます。棒あったでしょ。ガンガン食ってる時に音出たら、こう、バーってやるんだよ。という感じで。なんで、今回、まあ、サイレントってのもあるんで、うん、あと、まあ、時間短縮。まあ、尺の関係もあるんで、今回ちょっと小さいカップラーメンにしたんで、うんうん、食べやすいように、はい、ということで早速やっていきましょう。はい、はい、よーいスタート。来てるって来てるってサイレントですコロリした。おいた、いたぞ。こんなにさ、ちっちゃいのを食うのこんな苦労すると。回してる、回してる。お茶タイムじゃないですか、そろそろだし音立てないで、音立てないように置いてくださいね。音立てないようにその落下点とよし、やめなさいよ。いやいや顔いいね、いいね、いいね。よしよし、ダメだろ今の。ポトッと音が相当厳しいねこれ。想像以上にね。終わり。はい、4分56秒よーい、スタート。こぼすなよ。こぼすなよ。おお、結構でかくいくぞ。お茶が悪いんだよ、お茶。お茶やんの、お茶が。あ、待って、待って、あ、急に。誰かに食おうとしてる、食いつこうとしてる、食いつこう。いいね、いいね。お湯が血を待ってたわ。終わり、終わり。スタート。ふふふせ。
鼻息鼻息鼻息考えた作戦は鼻息音を立てない飲むか、お茶お茶飲むか、お茶握力もうコップ臭くさ握りすぎちゃってリバースにはい、ということで、第2回ビリビリに耐えて選手権
また優勝者は2回連続ダッシュということで。新しいマグネット買います。じゃあこの動画面白かった方、高評価、チャンネル登録、あとはコメントたくさんお待ちしてます。お待ちします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。いや、エビ一匹落ちた時よ、めちゃくちゃ面白かった。ほら、見て。麺出てきた。